1,4オキ酸は、常圧常温において、無色透明の液体の有機化合物である。分子式は C4H8O2 である。ジエチルエーテルの周期を弱くしたような周期を持ち、非プロトン性溶媒としてよく用いられる。構造異性体に1,2オキ酸と1,3オキ酸がある。1,4時置3は、エーテル類に分類され、二つの酸素原子の両方が、 エーテル元を形成している。四つの炭素原子と一つの酸素原子を有する、ジエチルエーテルより極性が高い。このため、ジエチルエーテルは水に溶けにくい一方、1、4、ジオキ酸は水と混合しやすく、吸湿性もある。有機溶媒として、しばしば用いられるほか、塩素系溶剤の安定化剤としても用いられることがある。しかしグリにある反応では、 シュレンク平行を不活性側に偏らせてしまうため、ほとんど用いられない。また重水を用いた NMR では、化学シフトの内部基準物質としても用いられる。なおダイオキシンも二つのエーテル元を有するが、ジオキ酸ンとは全く特性の異なる化合物である。蒸気間空気にさらしておくと、他のエーテル類と同じく爆発性の加酸化物を生成する。ジオキ酸ンを蒸留すると、 これらの火酸化物が濃縮されて危険なことがあるため、あらかじめ注意しておくべきである。可燃性液体であり、日本では消防法により危険物、第4類に指定されている。また、PRTR 法第1種指定化学物質でも、ある。さらに口述されているがん、リスクにより、労働安全衛生法の第2類、物質特別有機溶剤等にも指定されている。 環境中では分解しにくく、除去も困難であるとされている。動物に対する急性毒性が認められており、人に対しても刺激性や脳、腎臓、肝臓へ障害が起きる可能性があると考えられている。国際癌研究機関により、グループ2バイトに分類されている物質である。ありがとうございます。